ノートパソコンの一例 PC-9821NB10PC-9821 PC シリーズは日本電機が1992年から2003年まで販売していたパーソナルコンピュータの製品群の俗称で一般的には PC-9800 シリーズのうち PC-9821 から始まる型番の機種群を指す 1993年発売の98メイトシリーズから1997年秋に PC98NX シリーズが発売されるまでの約4年間における NEC の PC 製品の主力機種だった PC-9801 シリーズの上位互換製品である製品名の9821のうち21部分だけが 白抜き文字となっており、21世紀に向けた PC-9800 シリーズという意味が込められていた。しかし、21世紀を待たずに、新アーキテクチャの PC-98NX シリーズが発売され、21世紀に入って数年で受注終了となった。PC-9821 シリーズは先行する。 PC-9801 シリーズに対して上位互換性を有する事実上の後継機となる機種群である。大半の機種では独自の256色表示回路が搭載されており、これは PC-9801 型番のほとんどの機種では搭載されていなかったことから PC-9821 の象徴的な特徴とみなされることがある。 しかし若干の例外もあるため両者の型番以外の際はそれほど厳密ではなく、概ねマイクロソフト Windows の利用が想定された機種であり、標準で640-480ドット256色の画面モードを持つとされる。また PC-9801 シリーズでは、ノート機のカラー LCD モデルには、C という型番、枝番が付けられていたが、 PC-9821 シリーズには、それがなく PC、PC-9821 ナノメートルを除きすべてカラーモデルだという特徴もある。PC-9801 シリーズと同様に、関連機種として、ファクトリーコンピュータである FC-9821 シリーズも存在する。PC-9821 型版の シリーズは1993年1月の明と A シリーズ登場により NEC の主力 PC として本格的にラインナップされるようになった。この時点では先行する初代 PC-9821 及びその直径の9 8ルチシリーズとの共通点として PEGUC と呼ばれる拡張グラフアーキテクチャ及び PC-9801 から86。 相当音源の標準搭載が PC-9821 型版の条件であると考えられていた。しかし86音源については早くも1993年5月発表のノート機 PC-9821NE には搭載されなくなっている。その後1993年11月発表のメイト。 B シリーズや PC-9821TS では、PEGUC とは異なる仕様で、互換性のないグラフィックチップが採用されたことから、PEGUC についても PC-9821 の必要条件とは言えなくなった。これについて NEC は、メイトシリーズの定義として、Windows 上で標準で640-480。 ドット .256 色の画面モードを持つという見解を示している。翌1994年7月に主力ラインナップがメイト X シリーズにとって変わると以降の PC-9821 型番機ではペグックに比べて一部機能を簡素化した介護完成を有する拡張グラフアーキテクチャを標準搭載するようになり後に Windows で スタンダードディスプレイアダプタの役割を果たした。この画面モードは後に PC-9801 型番最後の機種である PC-9801BX4 にも搭載された。そのため最終的に拡張グラフアーキテクチャは PC-9821 の十分条件とも言い難くなった。1992年10月に発売された。 インテル8386スクスプキである初代 PC-9821-98 マルチは前年の1991年10月に発売された Windows 3.0環境のためハードウェアの拡張を施したマルチメディア志向の PC-98GS に似た機能を持つ機種だが一部機能が省略され価格が抑えられている。 グラフィック機能は、従来の PC-9800 シリーズのものに、加え、EGC 上位互換のペグックによる640ドット480ライン同時256色という、拡張表示モードを持ち、音源は、FM 音源と PCM 音源を搭載した。さらに PC-98GS と同様に CD、CD-ROM を搭載し、 PC-9801 から55相当のスカジーも搭載していた。当時同じ CPU を搭載した PC-9801FS より安価で多機能という意欲的な機種だったものの Windows 用途には非力だったことから当時はあまり注目されず評価もかんばしくなかった。一方、従来の PC-9800 シリーズで 利用されていた MS DOS アプリケーションも活用できたことは PC-AT 互換機にはない利点だった。PC-9821AP Windows 3X の時代には主要なビジネスアプリケーションが相次いで Windows へと対応したほか DOS V の登場によりコンパックの製品など日本語に対応しつつも廉価な PC-AT 互換機による構成が 相次ぐようになり、日本の国産機メーカー各社はこれらへの対応を迫られていった。1992年9月初め、NEC 府中事業所で PC-9801FA の後継となる新機種の使用が提案された。これは上層部に却下されており、FA をベースに CPU のクロックを引き上げたものと推測された。その後、 互換性を保ちつつ、アーキテクチャーを大幅に変更した新案が出され、10月下旬に新シリーズの最終仕様が決定された。主力デスクトップ製品にはそれまでの型名だけでなく、98メートという愛称が採用された。それまでのシリーズは、98フェローという愛称になった。これにより、それまでの40万円くらいが当たり前だった。 商品構成を二つに分け、従来の価格帯は、ハイエンドの PC-9821 シリーズが2ない、PC-9801 シリーズは、大幅な価格改定で20万円前後の、廉価モデルという位置づけとなった。これは、MS DOS が依然として支配的でありながらも、Windows が普及しようとしていた当時、Windows の使用も視野に入れた。 ハイエンドユーザー層と安価な MS ドスマシンを求めるローエンド、ユーザー層の両方を獲得する狙いがあった。また、従来の PC-9800 シリーズはいかにも、事務毅然とした筐体デザインであったが、この時期に発売されたものは、初代マッキントッシュのマウスや後に、パーム V などのデザインを手掛けているイデオにデザインを依頼し、 大幅なデザイン改定を受けながらも PC-9800 シリーズ伝統のアローラインは残されており、外観においても新世紀のオフィス PC というコンセプトを踏襲している。これら新機種の実施設計と生産は NEC の子会社で行われ、98メートは NEC 群馬、98フェローは NEC 新潟が担当。3ヶ月という当時としては、 異例の短期間で開発され、1月中旬には、店頭展示品の製造が開始された。ローカルバス専用ボード PC-9821A1H ウィンドウアクセラレータボード PC-9821 シリーズの第1.5世代とも言うべき PC、PC-9821AP、アズ、アエ等の98メート A シリーズは、 全機種とも CPU がインテル486搭載となり、初代機同様のグラフィックサウンド仕様を踏襲した上、従来の C バスに加え、CPU の高速化を踏まえ独自の 32bit98 ローカルバススロットを装備した。さらに、上位機種では Windows 環境上でより高解像度、高速、多色表示を実現する、グラフィックアクセラレータを搭載した。 初代 PC-9821 も含め、基本的に PC-9801 の完全、上位互換機であり、PC-9801 向けに開発されたソフトはほぼ問題なく動いた。また物理ディップスイッチで PC、PC-9801VM 相当の性能とすることも可能となっている。ただし、 PC-9821AP、AZ PC、AE の HDD 搭載モデルでは、コストダウンのためにフロッピーディスクドライブを1機搭載としたため、フロッピーディスクドライブ2機を前提に開発されていた、従前のソフトは、フロッピーディスクドライブを増設しないと、動作できない事態になった。このため、 HDD 非搭載モデルとサード製 HDD の組み合わせで購入するユーザーが続出し、結果的に NEC はカットした、コスト以上に売上機会を逃すことになる。追って追加された、廉価版である PC、PC-9821BP, BS, BE 等の 98MB シリーズでは、Windows 用のグラフィックアクセラレータを搭載している。 ものの音源及びペグック98ローカルバススロットの搭載は省略されていた。つまり9821と銘打たれていながら PC-9801 シリーズと同様のハードウェアにグラフィックアクセラレータチップを追加しただけのものであり実際にも PC-9801 シリーズに対応する機種が存在しないボーイフレンド以外は PC-9801BX に BS2、BA2 と共通の基板を使用してコストダウンを図っていた。ペグックを拡張ボード形式で後付けすることは ITF、バイオスロムに対する修正も必要で、機構的に実装が困難であったため、9821個ユグラフィック機能を追加するアドオンカードは発売されず、その結果このメイト B では、 メイト A 用の一部の256色対応ソフトが全く使用できないため混乱が生じた。また、メイト A には PC-9801FX, FS, FA シリーズから採用されたファイルスロットが搭載されているのに対し、メイト B からはファイルベイに変更されている。どちらも外見は似ているが、前者はフロントパネルを外して、 デバイスを挿入するだけのイージーメンテナンス仕様であるのに対し、後者はケースを開けて決戦作業を行う必要のある一般的なフロントベイとなっている。内蔵 HDD についても同様で、MA と A はコネクタの奥行きでスカジーと IDE を兼用するスロットと専用の特殊な HDD ケースを用いることで、 フロントカバーを開けて差し込むだけの構造になっているのに対し、メイト B はケースを開けて一般的な形で IDHDD を内蔵するようになっている。このようにメイト A からメイト B になったことで従来のスカジー機器構成とメンテナンスの簡便さを意識した高コストなものから ID 構成による互換性を意識した低コストなものへ移行している。これらは 以降のメイト X にも踏襲され、一つの転換点となっている。また、家庭向けマルチメディアパソコンという位置づけで、初代機の形状と名を継ぎ CRT モニターをセットに、した、C 型番を持つ98マルチシリーズも登場し、ラインナップに厚みを加えた。こちらは、音源とペグックは、初代機、メイト A と同様な一方で、 メイト A で導入された98ローカルバスのスロットは搭載しなかった。デスクトップに続いて1993年夏にはノート型にも256色、4096色中640、480ドットの液晶を持った PC-9821NE を登場させ全シリーズの9821化が進んだ。これらは 従来から98ノートシリーズ、98ノートライトシリーズを名乗っていたが、後にラビ、エールのシリーズ名を与えられた。上位の名と A シリーズは1993年7月にメーカー製 PC として世界初のペンティアム搭載機である PC-9821AF、同様に1994年5月に 世界初の P54C を搭載した PC-9821 案を発売すると、PCH98 シリーズの後継となる PC-9800 シリーズのフラグシップモデルとして展開された。しかし、その2ヶ月後の1994年7月からの PC-9821 シリーズは標準で プラグプレイに対応し、256色表示機能、及び Windows サウンドシステムに準拠した新仕様の PCM 音源を搭載した PC、PC-9821XN、XP、XS、G の98メート、X シリーズとして、メート B と同様に、コストパフォーマンスを追求する方向でシリーズを展開していった。 これは、マイクロソフトの PC95 規格に対応した変更で、これによりメイト、B シリーズと、1994年10月の AP3、アズサを最後に、メイト、A シリーズは、打ち切りとなり、また PC-9821 シリーズに PC、PC-9801 から86、ボード互換音源や5.25、e、インチ、フロッピーディスクドライブは、 標準搭載されなくなった。もっとも、このメイト、X シリーズ初代機以降及び、同時期発表の PC-9821、AP3、a AP さ,さんの拡張グラフアーキテクチャのグラフィックコントローラからは、ブルーム、プレーンアクセスモード等の使用頻度が低いと判断された機能がいくつか廃止されており、一部の PC-9821、 シリーズ対応 MS DOS ゲーム等で問題が生じるケースもあった。なお、PC95 への対応は、翌年の PC-9821 10.9.7以降で特に顕著になり、PC95 での推奨に沿った形で、第2シリアルポートが搭載されたほか、ディスプレイコネクタが AT5 換気と同じミニ D-SUB15 ピンの VGA 端子になるなど、 いくつかの仕様変更があった。また同じ1994年7月には、PCI バスアーキテクチャに基づいた PC、PC-9821 である PC、PC-9821 さ、XT が発売され、以降は、無一シリーズを引き継いだ980チカンビー、シリーズ以外のペンティアム搭載機では、ローカルバスに代わって、 PCI バスが採用されるようになった。カンビーシリーズである CB、CB2、CF、CX、CX2 と一部の98のオートには継続して FM 音源が搭載されていたものの、PCM 音源は WSS 相当になっていた。このカンビーシリーズは当初、8を模したマスコットキャラクター、98くんをあしらい、本体起動時にメモリチェックと、 MS-DOS 起動の画面を隠すように NEC の画像ロゴが出るとともに内蔵ハードディスクにインストール済みの Windows 3.1には独自の GUI ランチャー98ランチを備えていたちなみにグラフィック起動モードとテキスト起動モードがありグラフィック起動モードは前述の98君のグラフィックが表示され MS-DOS の特殊なデバイスドライバにより MS-DOS や コンフィグ SYS などに記述されたドライバの組み込み時のテキストが画面の下の方に目立たないように表示されるようになっていた。そのため、ユーザーが MS DOS の画面に気づかないうちに Windows 3.1の起動ロゴが表示されていた。また、Windows 3.1を終了すると、通常は DOS プロンプトに戻るが、DOS プロンプトに戻らずに電源が切れるようになっていた。 MS-DOS を利用するには、電源投入時にタブキーを押しているか、本体のセットアップメニューにより、テキスト起動モードに切り替える必要があった。一部の1フロッピーディスクドライブ機種は、増設用スペースがないために、フロッピーディスクドライブ構成にできない機種もあった。なお1995年11月の CX3 以降では、 各音源の仕様が変更された上で、ミディサブボードの追加が可能となり、単体では PC、PC-9801 から118、ボードとして発売された。1992年10月に発売された、日本 IBM の PS、V シリーズや QX メーカーの DOS、V パソコンなど、日本に製造拠点を置く、パソコンメーカー各社は、 海外からの部品調達率を引き上げてきた。1993年10月に発売された富士通の FMV シリーズは台湾のエーサーからマザーボードを OEM 調達した。これによって価格競争力と製品化サイクルを向上させることができた。NEC も1993年の円高を契機と見て PC-9800 シリーズの一ブロットで、マザーボードの OEM 調達を始めた。98フェローと98メート X は、ECS や WEC、98メート A と98マルチは、松室服で、マザーボードの生産が開始された。NEC は品質への懸念に対して、次のように触れている。品質も一つのコストパフォーマンスだ。 台湾ほど過剰品質にならないようにするのに、長けているところはない。そうした点で学んだところもある。NEC 自身もその時々で、設計基準を見直してきた。例えば電源のリップルの基準。汎用コンピューターの場合に、大きなシステムの隅々まで、同じ電圧を保つために必要な基準は厳しいものだが、 筐体が机の上に乗るようなパソコンで必ずしも同じレベルの基準は必要ない。戸坂香かる。日経パソコン1995年3月13日号186ページ。Windows95 の発売を控えた1995年には、サシリーズへの統一化がなされたが、廉価版のサ 7E と G12CRT セットモデルが登場する。これは、 同年11月の日本語版、Windows 95の登場とともに、PC-9821 サシリーズをベースに低価格化して、CRT モニターをセットにした、メイトバリュースターシリーズの登場へと発展した。同時に、廉価版の位置づけで残っていた PC、PC-9801 シリーズは、販売ラインから駆逐された。なお、 PC-9801 シリーズのデスクトップ型最終モデルとなった PC-9801BX47 月、ODP 版は9月は PC-9821G106 月と共通部品を使用し、MS DOS 上で640-480ドット256色表示可能であるなど、実質は、 PC-9821 シリーズであった。これに遅れること約半年、1996年6月に98メートル、R シリーズの一番機となる PC、PC-9821RA20N12 が発表された。従来ハイエンド機であるタワー型モデルの98、プロコと PC-9821 ストリート15.20。 にのみ搭載されていた Pentium Pro を CPU として搭載し、PC、a t 互換機市場で新機軸として打ち出されたソフトウェアによる電源管理を可能とする ATX 規格を可能な限り取り込んだこのマシンは、Mate R だけではなく、Mate X を含め以後 PC-9800 シリーズそのものの終焉まで使用されることとなる。 新設計のデスクトップ筐体が採用された。この新筐体はといった特徴を備え、Windows 95以降の OS 側での電源制御を睨みつつ、ハードウェア構成の柔軟な変更に配慮したデザインとなった。また、この機種では、マザーボード上のオンボードデバイスの構成も見直され、この時期の PC としては珍しく、 100ベース TX 対応の i82557 ネットワークインターフェースコントローラが標準搭載とされている。この PC-9821RA-20N12 は Pentium Pro 搭載であったため OS として Windows NT Workstation 3.51がプリインストールされ、主として法人向けのネットワーククライアントマシンとしての主導。 想定されていたが、実際には、価格が、従来のペンティアムプロ搭載機の半分以下であった。ためにこの機種は高速かつ廉価な、Windows NT マシンを求める一部の、個人ユーザー層の強い支持を受け、一時は予想外の、ヒットを飛ばす結果となった。後に、バリュースターシリーズは、カンビーシリーズのコンセプトを取り込み、広告に、竹中直人を起用して、家庭向けに、 メイト R シリーズは共通筐体にモデルチェンジした回帰種であるメイト X シリーズと共にビジネス向けを施行することとなる。Windows 95の発売により PCAT5 換気パーソナルコンピュータが爆発的に普及するにつれ PC-9800 シリーズのソフトウェア資産を背景とした PC-9821 シリーズの 優位性は薄れ、むしろ独自アーキテクチャであることが足かせとなり始めた。すでにハードディスクや CD r o m ドライブ、メモリなど、構成部品はほぼ PC、a t 互換機と同一になっていたが、インテルの新しい CPU と共に提供される、チップセットを採用しようにも、サウスブリッジは、独自に専用 LSI を開発する必要があった。しかも、そのままでは、 ディスクバイオスの使用の問題などからソフトウェアの互換性を維持したままでの内蔵 IDE、HDD のバスマスター転送への対応が困難であるなど開発コストや性能面で PC、AT 互換機と比較して著しく不利であった。また1995年にはマッキントッシュを除く他社の独自アーキテクチャのパソコンや PC-9801 シリーズ互換機である エプソン PC シリーズの販売が次々と終了し、日本国内も完全に p c a t 互換気路線に移行した。PC-9821 シリーズはマッキントッシュともに PC 界の孤児となったが、Pentium ロを搭載した PC-9821 ストリート15は CPU 発表と同月に、 ペンティアム2を搭載し RCC 社のチャンピオン1.0チップセットを PC-9821 用にカスタマイズして搭載した PC-9821 アルバイ26は CPU 発表の2ヶ月後に発売されていた。1997年10月 PC-97 ハードウェアデザインガイドに完全準拠した。 p c 九十八 n x シリーズが発表され、p c マイナス九千八百二十一シリーズは主役の座を降りることとなり、同時に九百八十二年以来続いた、PC、p c マイナス九千八百シリーズは第一線を退いた。ただし、この時点では、PC、p c マイナス九千八百二十一の新機種が、 合わせて発表されたほか、Windows 95 NT 4.0についても、次期バージョンまでは、サポートされる旨が宣言されている。この時の公約通り、後に PC、PC-9821 版の Windows 98 SE と Windows 2000が発売された。1998年夏には98名トバリュースターの生産終了により正式に、 コンシューマー市場からの PC-9821 シリーズの撤退が発表され、PC-9800 シリーズはビジネス機やエンジニアリング用途にラインナップが絞られていった。PC-9821RA40、その後もしばらくはメイト R を中心に現行製品クラスのスペックの機種の提供は続けられたものの、 PC-9821RA 系の機種は1996年登場の PC-9821RA20 のバリエーションであり、特に1997年の PC-9821RA23 以降は、ほぼ同一のマザーボードで ITF、バイオスロムのみが修正されるという状況であった。2000年5月。 出荷時の標準構成としては、PC-9821 シリーズの最高性能モデルとなる PC、PC-9821RA43 が発表された。しかし、Windows 2000出荷開始後であったにもかかわらず、MS DOS 6.2プリインストールモデルが提供されたことや、あえて旧世代の CPU が搭載されていたことから、すでにこの頃には、 従来資産の継承以外はほとんど考慮されなくなっていた。そして21世紀に入ってからも PC-9821RA43 には新モデルが追加されているが付属 CRT の変更のみで本体に変更はなくほどなくして PC-9821 は受注生産のみという扱いに変わった。2003年9月30日 NEC は PC-9821 シリーズの受注を終了し、これをもって NEC における全 PC-9800 シリーズのプロジェクトがクローズされた。ただし、サポートは継続するとアナウンスされていた。2010年、マイクロソフト社による最後の対応 Windows である Windows2000 の延長サポートが7月13日に終了した。 その後間もなく、最後の機種である PC、PC-9821RA43 及び、ナ No.300 本体のサポート期限も2010年10月末を、もって終了し、その時代の幕を下ろした。しかし NEC の主力機が、PC-98NX に移行した後も、P2P 専用機や、ファイルサーバーなどとして PC、PC-9821 シリーズを、 現役に留まらせることが、ディープなファンの間で行われるようになる。信頼性が高く運用の容易な Windows2000 が、ギリギリで発売されたことが、その支えとなった。また一部のサードパーティーからはこれを支援するように、スカジーなどの複合 PCI ボード、PCI を AGP に変換するボード、PC-98 用 BIOS を搭載した、ビッグドライブ対応 ATA。 インターフェースボードなどのマニアックなアイテムが、使用は自己責任でという断り付きで発売された。ただし、本体サポートが満了した2010年秋頃には、HDD 製品の容量が最大 3TB に達しており、n a t i v までしか使えない旧来のシステムは、ファイルサーバーとして十分とは言えなくなり始めている。また、Windows 2000はいくつかのセキュリティソフトが対応を、 継続してはいるものの、現実問題として、Windows XP 以降で追加されたファンクションが使えない。さらに Pentium 3以前のシステムでは、SSE2 や X64 以降の命令も使うことができない。これらは、ドライバやアプリケーションで実際に使われるようになってきており、実際に XP であれば使用できる USB 3.0、IPv6、XFAT といった。 その後の基盤となる機能に2000は対応していない。たとえ、マシンパワーに目をつぶったとしても、今後 PC-98 を現役として現実的に使うことは、当時より難しくなってきている。一方、主にソフトウェア資産活用を目的としての新規、ハード需要も、わずかに残っていたことから、数社から p c 9 8 0互換機が発売された。 NEC の規模とマーケティングからはすでに終了した企画であるため、かつてのエプソン互換機との競合のような状態には至らなかったが、これらはいずれも16色時代の PC-9801 シリーズの相当品であり、NEC オリジナルの PC-9800 シリーズを凌駕する性能の機種は未だ発売されていない。小 中規模の製品業者の中には PC-98 シリーズ用に当時数千万円かけて開発したソフトウェアのために PC-98 を使い続けるユーザーがいる PC-98 から移行するためには新規にソフトウェア開発が必要だが今やそこまでの投資をしても回収できないユーザーが少なからずおり 中古の本体やパーツを保守用として買い集めているものもいる。対策として、エミュレータにより新しい Windows 上でソフトウェアを動かす、ROM を吸い出して仮想マシン上で動かすなどの延命もあるが、機器類の制御において PC、PC-98 と独自開発したソフトウェアを用いている現場では、くっちゃん駅の運行管理システムなどのように、高額な投資をして導入した。 機器本体の原価消却が済んでいない関係から、実機を使い続けなければならないという例もある。PC-9800 シリーズには、Windows 1.0から移植が行われていた。Windows は GUI を実現する環境という他に、MS DOS では実現できなかった、機種間でのグラフィック描画などの共通化を念頭に、置いて設計されていた。本節では、 PCAT 互換機との相違と一般に Windows という存在が知られ始めた Windows 3X 以降のバージョンについて記述する。PCAT 互換機と PC-98X1 シリーズの間には様々なハードウェア的な異があった。以下に主なハードウェア的な異を列挙する。画面表示機能これは全くと言って良いほど互換性がない。 PC-98X1 の場合、基本グラフィックは、各機種完全上位互換で、それにグラフィックアクセラレーターを追加する形式となっている。コネクタ形状は、モノクロ、デジタル RGB、H98、アナログ RGB、VGA 互換と、計5種存在するが、最後の3つについては、映像信号線においては、互換性がある。PC、 AT-PS-2 の場合、CGA、MDA、HERACLES、EGA、VGA、XGA、XGA にすべてにおいて、ハード的な互換性が低く、ディスプレイコネクタも統一されていなかった。Windows 3-X 普及機において、PC-AT 互換機で用いられたベサ仕様の BIOS を持つ、グラフィックアクセラレータが登場するに至って、 ようやくコネクタ形状の統一や介護完成が保証されたというありさまである。Windows 3.1の頃から Windows アクセラレーターボードなるものが使われるようになった。内蔵の機種もあったが、一部の機種はアクセラレーターボードを増設しないと Windows が640-416色でしか使用できなかった。また、アクセラレータを増設した場合は、 MS-DOS での描画にグラフィックビデオラムとテキストビデオラムを使用した画面出力とし、Windows 上ではアクセラレータからの画面出力を用いたため、アクセラレータボードから出た信号を一旦 RGB イン端子で PC 内部に引き込み RGB アウト端子から出力するか、または RGB インン子のあるアクセラレータボードを増設して、本体の RGB アウトから アクセラレータの RGB イン、アクセラレータの RGB アウトから出力した。こうすることによって本体、またはアクセラレータ上の自動切り替え機能によって、Windows が起動すると画面がアクセラレータ出力の画面に自動的に切り替わり、2種類の全く互換性のない描画機能を両立していた。一部機種には RGB イン端子がない機種があり、その機種には RGB イン端子のないアクセラレーターボードを増設することはできないとされていた。また、一部機種では、アクセラレーターボードに98独自の基本グラフィックが統合されたものがあり、この場合アクセラレーターボードの交換は不可能であった。タイマ分解能 PC-98X1 のほ PC うが分解能が低く、Windows のタイマ関数呼び出しの際、 API に記述されている注意書きを無視して実装されたアプリケーションには問題が発生した。後年 Win32 と Pentium 機の組み合わせでは CPU の超高分解能タイマーを使用するよう Windows 側の実装が変更された。割り込みベクタインテル8259相当の割り込みコントローラをカスケード接続しているところは全く同じであるが 割り込み番号と機器の対応には、互換性がない。シリアルコントローラ PC-98X1 は d サブ2 5ピンコネクタで RS、RS-232C 準拠であり、同期転送モードもサポートするが、PC-AT は、サブセットの AR-574 であり、主に d サブ9ピンコネクタで非同期転送のみ、サポートする。ちなみに、 PCI ベースの9821の2ーポートメノディサブ9ピンコネクタは非同期モードのみサポートする。パラレルコントローラ PC-9801 はプリンタの接続のみを考慮しセントロニクス標準コネクタから不要な信号線を省いたフルピッチベローズ型コネクタを採用していた。 PCH98 や PC-9821 の中期モデルからはハーフピッチ化したフル仕様のコネクタを採用し特に後者はセントロニクス準拠の双方向通信が可能となっている。PCAT は信号線や電気的な仕様こそセントロニクスに準拠しているもののなぜか RS-232C のコネクタと全く同じ D サブタイプのコネクタを採用している。マウス PC-98X1 はマイクロソフト仕様のバスマウスを標準採用している。また、初期にはマイクロソフト仕様のシリアルマウスも使用されていた。PC-AT においては標準仕様が存在せず、初期にはバスマウスも使われ、以後は マイクロソフト仕様のシリアルマウスが主に使用されていた。IBM PS2 以降では PS2 マウスが主流となった。Windows 98か2000であれば USB ボードを用いてスクロールマウスを実装することも可能である。PC-98X1 のバスマウスでホイールに対応したものはなく、ハード的にもホイールの実装が困難である。 ホイールマウスを使用するには、USB マウスや、シリアルマウスを使うか、PS2 マウスを市販の変換器を介して、シリアルポートバスマウスコネクタ併用で使用する。なお、起動時にのみ初期化が実行される PS2 マウスと異なり、98用バスマウスは動作中に、抜き差ししても問題なく動作する仕様である。Windows3X 95の PC-9800 番にはシリアルマウスのドライバが含まれていなかったが Windows 98 NT 以降に限って OS 標準ドライバが使用できた。特にセカンド級搭載機種においては PC-AT 用に販売されたシリアルマウスがそのまま接続できた。キーボード PC-9821 シリーズ初期のキーボード PC-98X1 は、キーボードも異なる。PC-AT 互換機と異なるのは、ストップ、コピー、ズファー、ムファー、ホーム CLR で、それぞれ PC-AT 互換機のブレーク、PRTSCR、変換、無変換、ホームに相当する。漢字の入力は、CTRL キーと、ズファーキーを押すことで可能になる。 また、FEP や IME によらず、カナキーをロック状態にすることで半角カタカナが入力できた。PC-98X1 固有のキーとして、ヘルプ、カナ、GRPH がある。Windows 95発売以降の機種は、PC、AT 互換機との操作性の共通化のため、ヘルプキーの側面には、エンド、GRPH キーの側面には、 ALT と刻印されていた。つまり、メニューバーのファイルを開くには、GRPH キーと F キーを押すことになる。GRPH キーと文字キーを押すと、半角の年、月、日、時、分、秒などの記号を入力することができた。ロール、アップ、ロールダウンは、それぞれペダウン、ページアップに相当し、アップとダウンの表現が、PC、AT 互換機とは逆である。 ファンクションキーは、PC、AT 互換機は、F1F12 であるのに対し、PC-9821 では、F1F10 で、これらとは別に、VF1、VF5 がある。キャップスキーとカナキーは、押すと、LED が点灯する方式になっている。これは、OS2 などの出現で、画面上の、各、ウィンドウごとにキャップスキーとカナキーのステータスが異なる。 ケースが発生しうるようになり、機械的なロック機構による状態表示では正しく対応できなくなったことへの対策として実施されたものである。PCAT 互換機と同じ配列の106キーボードや特定の NEC 製ソフトウェアに対応した専用キーボードも NEC 純正オプションとして発売されていた。フロッピーディスク PC-9801 は 長らく 1.25MB フォーマットを採用していたが、PC-9821 の頃から、PC-AT5 換気と同じ 1.44MB のフォーマットも扱えるようになった。ただし、MS DOS がそれに対応しているバージョンである、必要がある。現在の PC-AT5 換気では、1.25MB を読み書きするには、 3モードに対応した BIOS と3モードフロッピーディスクドライブを用意し、ドライバを組み込む必要がある。メーカー製 PC では、大抵扱うことができる。98シリーズは、PC、a t 互換機と違い、ドライブの質が一定だったため、フロッピーディスクの特定のトラックに、特殊なフォーマットを施し、それをチェックすることで、正規品か否かの判断をする。 コピープロテクトが主にゲームソフトで使われていた。これは MSDOS によるコピーでは同一のフォーマットを再現することができないため、コピーしたディスクでは正規品ではないとみなして動作しないようになっていた。なお、特殊フォーマットのチェックを外すコピーツールと称するソフト本体とソフトごとに施された特殊フォーマットに対応するデータディスクが売られていた。 PC-9801 シリーズが前世だった。時代には高額だったこともあり、なかなか HDD の普及が進まなかったが、Windows の利用を前提とした PC、PC-9821 シリーズの登場は天気となり、メイトフェロー以降では、HDD モデルを中心に、デスクトップでもフロッピーディスクドライブが1台しかない、モデルが登場するようになった。 これらの機種では当初は HDD 上に構築した専用ファイルを98ノートのラムドライブのように扱う仮想フロッピーディスクドライブツールが添付されフロッピーディスクドライブ2台を前提としたソフトを動作させる配慮が見られた。しかし PCI アーキテクチャ搭載機ではそのようなツールもサポートされなくなりノート機でも物理的なラムドライブが省略されるようになるなど PC-9821 の時代には、フロッピーディスクドライブ2台という構成は、次第にオプション扱いとなっていった。ハードディスク PC-9801 シリーズの内蔵ハードディスクは、ノート型を除き差しもしくはスカジー接続だが、後の PC-9821 では、IDE が標準となり、さらにその後は5 4 0イト以上を、 認識可能な EIDE 仕様となった。なお、初期のタワー型をはじめとする、ハイエンド機の大半は、アダプテック製、スカジーコントローラーを、オンボードで搭載しており、制限は、32G の壁くらいであった。PC-9821 シリーズの内蔵 IDE コントローラーは、例外なく、PIO モードのみのサポートであり、 ウルトラドマを使うには後に発売されたサードパーティー製の拡張 IDE ボードに頼る必要があった。また、ソケット号を搭載するメイト X の一部機種に変換ソケットを使用して MMX Pentium を搭載した場合、内蔵 IDEI-F が有効であると ITF のコーディングの関係で起動に失敗するものがあり、 この対策として、オンボードの IDE は使用せず全ドライブを、スカジーで統一するユーザーも少なからずいた。これは、NEC もインテルも CPU の世界を保証しない、機種に対して無理やり搭載した場合に限って起こる、不具合であり、インテルから PC-9821 版として販売された、o d p には専用の ITF 書き換えプログラムが添付されており、 それを対象機種に使用する限りにおいては全く問題なく動作した。ただし、対象機種はインテル製チップセット搭載機に限られたため、ビルシー製チップセット搭載機の場合はその恩恵に預かることはできず、前述の全スカジー以以外の選択肢がなかった。パーティション管理 PC-98X1 と p c a t 互換機では、パーティション管理に 全く互換性はなく、PC-98X1 には、ブートメニューが用意され、複数の OS を、2意のドライブの2意のパーティションに投入し、同居させることができる。その他の違いとして、標準の MS DOS、Windows でのハードディスクの先頭ドライブレターが、PC、AT 互換機では、起動先に関わらず固定で C が割り当てられるが、 PC-98X1 では起動ドライブが A となる。サウンド PC-9801 から86、サウンドボード PC-9801 では、サウンドカードとして FM 音源の YM2203 を事実上の標準音源とし、PC-9821 では上位互換の YM2608 を採用した。後者は、 前者の完全上位互換の上 PC、PC-8800 シリーズにおいて、長年にわたって使用されてきた、枯れた音源であったため、これらの間では、互換性の面では、問題はなかった。もっとも、後述の理由により、Windows 95時代になって登場した PC、PC-9801 から118及び、これに相当する内蔵音源では、 YM2608 の生産終了と Windows 上での内蔵シンセサイザの高機能化要求から YM2608 の一部機能を省略した WINF288 とサウンドブラスター16で採用されていた WINF262M の機能を設置、統合した WINF297 が採用された PC DOS 時代の p c a t 互換機の音源は 有名なところではクリエイティブ社のサウンドブラスター 16O32 やグラビス社のウルトラソンウンド等が群裕拡挙しており各ソフトウェアの側で複数のサウンドカードに個別にサポートするといった対応が取られていた Windows 3.1にマルチメディア拡張が搭載され Microsoft が MMC ガイドラインにおいて標準 PCM 音源として Windows サウンドシステムを規定したため、両機種ともその互換 PCM 音源を搭載することになったものの、既存の MS DOS 用のソフトでは、WSS に対応しておらず、混乱が生じた。PC-9800 シリーズ用、Windows 9X では、 PC-9801 から 73PC-9801 から86の PCM も引き続きサポートされたものの、同カードでは PIO 転送時の負荷が大きいため、場合によっては、音飛びが発生する問題があった。なお、w s s 互換音源搭載、Windows マシンに PC-9801 から86を指して、共存させようにも、 音源種別を識別するための一部の I、O ポートが重複するなどリソースの競合が見られ、WSS5 換音源の INT を変えるだけでは正常動作しなかったため、フリーソフトの切り替えツールを併用する必要があった。USB PC-9821 では、チップセットに Intel 430VX を使用した機種の一部に USB ポートが搭載されている。 標準の王子準拠規格であったが、PC-9821 シリーズでは使用できませんと明記してある USB 対応機器も多かった。Windows 2000以降はドライバ等の熟成もあり、問題なく使用できる機器がほとんどだが、PC-9800 シリーズへの対応を公式に歌う USB 対応機器は皆無に等しい。 また PCI スロットに USB インターフェースを増設することも可能だが PC-9800 版 Windows 2000には USB2.0 のエッセドライバが含まれていないためインストールには若干の知識と工夫を要するメモリ初期の PC-9821 では PC-9801 シリーズからの流れで オンボードメモリの 640KB から 1024KB の間のアドレスはメモリ容量に含めない風習があった。例えば Windows 95のシステム要件で最低メモリ容量は PC、AT5 換気で 8MB に対し PC-9800 シリーズでは 7.6MB とされていた。デスクトップ機の場合、当時すでに AT5 換気では ヤデック仕様の芯が普及していたが、PC-9821 では1993年5月の PC-9821 チェまでは別売りの専用メモリーボードを介して増設する、いわゆる61芯と呼ばれる独自の芯が使われていた。同年7月の PC-9821AF からはほぼヤデック仕様に準ずる芯が、 採用されているが、別売りの専用メモリーボードを返す形式はその後の2代目メイト A シリーズでも引き継がれた。これに対しメイト B は、オンボードでヤデック仕様のシーンスロットが備えられており、標準搭載のメモリもシーンが使われている。特にメイト X 以降は、メモリ増設時に、標準搭載のシーンを別売りのシーンに交換することがサポートされるようになっており、 建前上 640KB から 1024KB の 0.4MB もメモリ容量に数えて論じざるを得なくなっている。この場合でもその 0.4MB はユーザーは利用できないことからカタログの類では 32MB のような表現で併記されている。ヤデック仕様の芯が使えるようになってもしばらくは NEC 独自のメモリコントローラが使われていたが やがてメイト、X 以降で、PCI チップセットを持つようになってからは、PCI チップセットのメモリコントローラが使われている。デスクトップ機の場合、PCI チップセット開発以前の製品であるメイト、A や1枚単位で芯を増設できる機種を除き、Pentium 以上の PC-9821 では、物理的な PCI スロットを持たない機種でも、 PCI チップセットでメモリが管理されている。OS 基本的に PC-9801 シリーズ用のものがそのまま利用可能。PC 単体で N88 ベーシックを起動可能なのも同じ。またフロッピーディスクドライブモデルを除くほぼ全ての機種で Windows 3.1もしくは Windows 95が標準搭載されており購入して すぐに使用可能な状態で出荷されていた。Windows 95発売からしばらくは、出荷時に Windows 3.1と Windows 95が両方搭載されていて、購入後直後の初回起動時に使用する OS を Windows 95と Windows 3.1 MS-DOS 6.2のいずれかを選択する。 選ばれなかった方はこの時点で削除され、以後復元することができない。再セットアップに必要なディスク類は、Windows 95のもののみ同梱されているが、Windows 3.1 MS-DOS 6.2を選択した場合は、Windows 95の一式を NEC に変装することで、Windows 3.1 MS-DOS 6.2の再セットアップディスク類が送られるようになっていた。また、 Windows 95の再セットアップに必要な起動用フロッピーは Windows 95を選択して起動した際、1回だけ作成可能となっていた。ただし、付属のフロッピー以外には作成ができないようになっているが、作成したフロッピーのコピーやコピーしたフロッピーからの起動は可能であった。また、選ばれなかった側や Windowsunt など、 その他の OS を別途購入してインストールするためのドライバルを入れたフロッピーディスクが別途付属していた。さらに NEC 以外のサードパーティが作成した独自の MS DOS 互換 OS や有志により作成されたユニックス系 OS なども存在し PC-9801 シリーズ同様様々な OS を利用可能。Windows 3.1は 高速化のために固定スワップファイルへのファイルシステム、API を経由しない自家アクセス等の PC、a t 互換機にべったりと依存した実装を行っていたため、移植が困難であったと言われている。もっとも、FMR シリーズや J-3100 シリーズ、それに、マルチ16シリーズ等にも各社が移植を行っていたため、困難であったか否かの判断は難しい。なお、 Windows 3.1の日本語への移植は NEC が担当していたが、オリジナルである AT 互換基板と比べ、スタンダードモードで DOS ドプロンプトが使えないといった制限があった。また、エプソンからも自社製98互換機向けに Windows 3.1が発売されていたが、こちらはスタンダードモードでも DOS プロンプトが利用できるものの、 PC-9821 用ペグックドライバが同梱されていなかった。なお NEC 版でも PC-9821 用ペグックドライバが搭載されたのは Windows 3.0バイト以降であり Windows 3.0、3.0においてペグックは利用できない。一般には PC-9821 が PC や,やアーキテクチャへ転換したため、Windows 9X 系の移植に有利となったと言われているが、これは間違いである。本家 PC、AT 互換基盤がいさやいさ VL 世代の機器をも動作対象としていたことから類推できよう。Windows 3.1に比べ OS 本体の仮想化が進んでいたため、ドライバや VXD レベルに作用を仕込めることが可能になったので、 OS 本体の移植の難易度は下がり、ドライバの開発が困難になったのではないかと思われるが、他の国産機への移植が FM タウンズとエプソン98互換機のみであったため、判断は難しい。本来、複数の CPU アーキテクチャでの動作を前提としていた Windows NTK は移植が楽で、極論すれば HAL と98形式の HDD パーティション解析レイヤーとドライバ類だけ開発すればよい。NTK は抽象化が高度であり、Windows NT 3.1の時代から Windows 2000に至るまで、ネットワークカード等の ROM を持たないカードは、当然として、ROM を持つ PCI カードでもそれを無効にすれば、PCI の機種依存実装の見本とも言える、ビデオカードが PC、 a t 互換機のドライバで動作する場合があり、スカジーカードや、RAID コントローラもブートを前提としなければ、ドライバを含めてそのまま利用可能な場合がある。98メート A98 メート B98 メート X98 メートバリュースターバリュースター98メート r 9 8 0 9 8チカンビー、余談だが、このカンビーシリーズは当初、8を申した。 マスコットキャラクター98君をあしらい、本体起動時にメモリチェックと MS DOS 起動の画面を隠すように NEC の画像ロゴが出るとともに内蔵ハードディスクにインストール済みの Windows 3.1には独自の GUI ランチャー98ランチを備えていた。ちなみにグラフィック起動モードとテキスト起動モードがあり、グラフィック起動モードは前述の 98くんのグラフィックが表示され MS-DOS の特殊なドライバにより MS-DOS や Config.sys などに記述されたドライバの組み込み時のテキストが画面の下の方に目立たないように表示されるようになっていたそのためユーザーは MS-DOS の画面に気づかないうちに Windows 3.1の起動ロゴが表示されていたそれと Windows を終了すると通常は MS-DOS のプロンプトに戻るが、電源が切れるようになっていた。MS-DOS を利用するには、電源投入時にタブキーを押しているか、本体のセットアップメニューにより、テキスト起動モードに切り替える必要があった。セレブ下記のほか PC-9821CR13、PC-9821F200F166 PC が存在する。 カキのほか XC シリーズ及びバリュースターの一部モデルがある。商品コンセプトとしては、SVH98 シリーズの後継にあたる PC サーバで、型番に PC-9821 とはつかないものの、前述のように PC-9821、ボーイフレンドは SV-98 初代機とほぼ共通の設計が利用されていた。 このため、ボーイフレンドと同じく、当初の SV-98 は、モデル2の頃まで9821グラフィックを持たないシリーズだったが、後期の機種からは9821相当の画面モードも備えるようになった。さらに後継機として PC、PC-9821RS シリーズにその商品コンセプトが、 受け継がれたという事情もあり、関連機種として本校に記す。SV-98 シリーズでは、CPU の高性能化と PCI スロットのサポートに加え、サーバー OS でのメモリ実装量の増大要求に、答え各モデルで、同時期のデスクトップ機を上回る、最大実装メモリ量がサポートされ、モデル1では、 最大 79.6MB、モデル2、モデル 1A、モデル 1A2 では、最大 255.6MB、モデル3では、最大 511.6MB の実装が可能となった。また、モデル3では、CPU 増設ボードの追加により PC-9800 シリーズでは、初となる、デュアルプロセッサ機能が実現された。 ノートパソコン用外付けフロッピーディスクドライブ A4 型の N シリーズ、それ以下のサイズでサブノート型の L シリーズがある。中期以降の多くは WSS 相当の PCM 音源を搭載する。他、N シリーズの一部機種は FM 音源も内蔵する。液晶ディスプレイについては廉価版はデュアルスキャン STN、それ以外は TFT を採用していた。 Windows 95登場以前の機種には2フロッピーディスクドライブ構成でなければ動作しない一部の MS DOS ソフトウェアに1フロッピーディスクドライブ構成で対応するために RAM ドライブと名付けられた機能が実装されていたこの機能は内蔵メモリから 1.25MB を割り当てて仮想的に1機のフロッピーディスクドライブとしてソフトウェアに認識させるもので ドライバーを必要としないよう、BIOS レベルでサポートされたものであった。ただし、あくまで仮想のフロッピーディスクドライブであり、記録された内容は電源が確保されている間だけ保護される。また、コピープロテクトを採用しているゲームソフトは起動用のディスクにプロテクトをかけることが多く、起動ディスクをラムドライブにコピーしてもプロテクトが機能して起動させることができない。 したがって、プロテクトのかけられていないデータディスクをラムドライブにコピーし、フロッピーディスクドライブに起動ディスクをセットして起動させることになる。データディスクが複数枚あるソフトウェアで処理中にデータディスクの入れ替えを要求される場合は、ラムドライブは入れ替えることができないため、この機能をもってしても対応できなかった。そのため、一部のゲームソフトではノート専用版として、 起動ディスクにはプロテクトをかけず、データディスクにプロテクトをかけておき、プロテクトチェックの際は、データディスクをチェックすることで対応したものもあった。N シリーズラビエルシリーズウェール注射出店。ありがとうございます。